諸君、予備教習に応じて参上しました。お家いるですか、それとも宿泊満員ですか。私にお任せです。誕生日の贈り物ということですか。私の誕生日をご存知だったとは、さすが将軍。キャラインを驚かせるのも天候一品ですね。待っても見なかった贈り物です。しかし太平の世は一日にしてならず、それに私は将軍の器じゃありません。お気持ちだけで十分嬉しいですよ。ありがとうございます。今日はまた将軍にお祝いしてもらいたいです。無礼講をお許しください。じゃあ急げです。いざ出発です。もう